はい、ナビさん、こんにちは。とりあえず、ちょっとお待ちくださいね。とりあえず、今日ね、1月、22、あ、ごめん、29か。29日ですね。とりあえず、今ね、なんつったらいいのかな。これ今、データバグっちゃってんだよね。一回これ消しちゃっていいか。すべての通知消し、後でで戻せばいいか。まあ、とりあえずね、今日1月29日なんですけど、まあ、今ね、NHK の加工とかやつ、加工やってて、で、一旦接着剤ね、乾かしてる最中で暇なんでね、まあ、ちょっとその間、まあ、30分、1時間ぐらいは、マージャンやって、まあ、暇つぶそうかなと思います。はい。というわけで、じゃあ予選チケットもらったから、先に予選チケットだけ潰そうか。ちょっと全部映ってなかったら申し訳ないですね。最近なんかね、またね、脚立のあれが故障し始めちゃってるから。で、今日はね、マジで付け根に接着剤だなんだかしてるんで、今日だけは代パンできないんで、ちょっとね、そこだけ俺も気をつけてですね、やっていこうかなと思います。マジで、なくしたらやばいパーツっていうのがちょっとゴロゴロ転がってますんで。とりあえず音楽適当に行くか。今8時か。まあそうですね、1時間ぐらい麻雀やってって感じにはしたいつもりっすね。歌適当に行くか。一応最近また新しいの入れたんで、この辺から行くか。ああ、でもまあまあ、初手にしよう。こらえて微笑むよりも涙枯れるまで泣く方がいい。人は悲しみが多いほど人には優しくできるのだから、さよならだけでは寂しすぎるから、愛するあなたへ送る言葉。夕暮れの風に途切れたけれど、終わりまで聞いて送る言葉。信じられぬと嘆くよりも、人を信じて傷つく方がいい。求めないで優しさなんか、臆病者の言い訳だから。これ痛えな。夢で会う、飾りもつけずに送る言葉。引きが弱い。うわー、早い。これから始まる暮らしの中で、誰かがあなたを愛するでしょう。だけど私ほどあなたのことを深く愛したやつはいない。遠ざかる影が人の耳に消えた。
もう届かない、送る言葉、かない。ちょっと待った、何老僧で、あーまあまあ漫画か、漫画か、そこは直撃させてほしいけどさ、こっちとしても。まあ普通に俺が親だってこと忘れてた。久々ドラム行くか。うわちょっと待って、一回こうするしかねえか。僕はここにいる、君のポケットに、君といる層に旅するために待っていたんだよ、気づいてくれるまで。君が夢に見たものはなんだろう。そうか、これ急走ヒートとしても振り点確定か。うわ、しくった。ローソーヒートとしても、そうか、これローソーヒートでも振り点確定か。じゃあ無理だ、リーチかけるしかねえ。これはダメだ。あいつしかも一発殺しやがった。まあでもマシパイも微妙なんだよね。まあよかったよかった。ここは直撃でも、まあほめ、安いけど引けたのはいいや。裏ドラは、おお、まあ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 。声でポケットの中身は海が広がり、ポケットの中にも背中が伸び立つ。こんな素敵な世界もあるんだよ、僕と君が旅する世界。うわー、ちょっと待って、これはやばいぞ。いや、多分だけど、これ三等ペイは切れんのよ。三等ペイはね、多分俺危ねる気がするんだよな。かつって、あーでもペイ引いたか。いや、多分ローピンは絶対安牌なんだよ。うわー、マジか、そっちか。あー。6じゃなくて3だ、3じゃなくて6だったか。まあまあまあ、でもまあまあまあ、大丈夫大丈夫。マンガンじゃないからかすり傷。大丈夫大丈夫。大丈夫、俺のクソ持論。まあ、あの、マンガンじゃないなら大丈夫。いや、全然まだいけるわ。どう気づいてくれたのですか。昨日落としてしまった。ものそれがなんだかわかりませんが、
とっても大事なものだと慌てて追いかけても手を伸ばしても昨日は遠くて届きはしません。心揺らして、心揺らして探せばいいのに、心揺らして、心揺らして愛し続けてください。うわマジか。まあでもまあまあまだダブルで切れるから安牌だ。そうね、まだここ切る。まあまあまあギリ振れてんじゃないかね。積もったか。まあどっちにしろ上がれてないからいいや。ちょっと待ってて、ちょっと飲み物取ってくるわ。お菓子なんか探そう。ゲーセンで撮ったコーラの街がまだいっぱい残ってた。よしっと。心うわマジか。明日これドローンどこについてたっけ。ここか。やっと一個来たけど、もう一個来たけど、心の中を探してみたけど、だけど僕の右なんか。そうだ、僕の探してくれよ。本当ちょっと監視リンちゃん狙いたいけど無理なんだよな。きっとみんなと強くなれるよ。まあまあ言ってた。あと1個、あと2個か。そうだ、君を愛してくれないか。小さな力で構わないから、だって僕と君の合わせたら
これもしかしてチートに流れるかな。チートにやるんだったらトイトイで出して変わんねえ。あ、でもリーズも一発弾の漫画になるの。振り手に不自由だから、あ、そっち消しとこう。できれば先に2が欲しい。テンパっちゃった。来い。せやぶね、これでローンされたらバカなんだよな。よく俺もリーチした時にリーチされたら、あの、カンすんねって言うけど、俺はしちゃうんですよね、絶対に。少しでもね、俺は勝ちに行くことを考える。ボヘミアンって歌だっけ？なんかそんな気がする。トイトイでしとけばね、缶したらね、ドラが一発乗ったらでかいんだよね。ああ、俺の空気がマジで缶をする。それが俺の競馬の仕方。あ、俺がそれのマジで競馬じゃねえ。悲しい時には電信柱の明かり見てた。七つの夜には不思議があった。涙を浮かべて見上げたり、虹の波形がキラキラ光る。まばたきするたびに形を変えて、夕闇に一人夢見るようで、叱られるまでたたずんでいた。怖えな。それもナイスだな。ローソーヒ、ローピンヒラーか。ローピン、うわー、ぶね。よかったわ、先にチューン切っといて。なんかあれ痛い気がする。あ、でも別にいいのか。俺は親で溺れたから。なんか普通に面白くないけど、まあどうせチケットだから勝ってよかったか。なんか動画的にはって感じか。目覚めた時は窓に夕焼け、妙に寂しくて目をこすってる。何この変な演出。なんとかの旅人。なんだ俺、宗教のマークかと思った。なんかかっこいいからさ、なんかこういうマークさ、宗教かなんかやるだろうと思った。俺真ん中か。ああ、でもまあいい方か。ドラ引いたか。じゃあこうするしかねえか。
あの、ね、友達だからって確かね、あのドラムちゃんバージョンがあるんですよね。なかったっけな。ポンしちゃって仕掛けちゃっていいか。まあただ一応ギリギリなんだよな。披露したシャツ着ているけれど、夢追いかけた。どうしようかな。まあフル典型化するとこっちの方がいいか。多分これでイースを引いたら終わりなんだよな。なんか腹立つな。まあ残りの1個引く確率だからそうそうないと思うんだけど、俺だったら引きそうなんだよな。僕たち本当は友達みたい。この辺全部フル典になっちゃってんだよな。やっちゃったな。はい。友達なんだ、いつもいつまでも友達だからね、友達だからね。まあ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 、よかった、ろうそく切んなくて。腹でろうそく切ってたら死んでたわ。でもなんでリーチかけなかったんだ、遅かったのかな。あれ、アクエリのキャップがない。あったあったあった。あれ、キャップとか飛ばしちゃった。マジかよ。やばい、マジでキャップがない。やばい。あれ、キャップどこから買ったんだろう。ちょっと後で探しとこう。てか、先に探せてまずいんだけど。あれ、バグった。やばい、マジでキャップがね。転がった気配はないんだよな、そんなに。ないもんな。ないもんな。あれ、どこやっちゃったっけ。あった。あ、これ違う、ニッパーだ。これニッパーとカッターじゃん。とりあえず気をつけて。ゴム箱の中置いとこう。で、後でちょっと捨てに行こう。まあまあかな。うん、これは点数伸ばしそうにねえな。あ、こっちだ。ドラミちゃんバージョンだから、あった。キャップがチンコとか落ちてきた。それはもらっとくか。ローソー引いて、まあまあか。ラーラー、これ俺の時の歌なんだ、97年。なってる君は、青空みたい。ているここまで微笑んでしまう。違う色をしたシャツ着ているけれど、どうしようかな。こっちでいいや。夢を追いかけた微笑した派手。おいえまあどうせ4ピンずつだからどっち待っても変わらなかったけど、ここは運が良かったな。
僕たち本当に友達みたい。これ何の歌だろう。全然知らない歌だった。うん、どうしようかな。まあ、ここ切っとくか。次どうしようかな。とりあえずちょっと待ってね。なんか切っちゃっていいか先に。邪魔くせえから。ちょっと待ってね。スマホがバグっていうこと来た。それは欲しい。とか先にごめん、一曲これ行きてえわ。今のこっち絶対知らないだろうな、この歌。さみだれは緑色、悲しくさせたよ一人の午後は。恋をして寂しくて届かぬ思いを温めていた。好きだよと言えずに初恋は。一応ペン待ちにするか。放課後の校庭を走る君がいた。遠くで僕はいつでも君を探してた。夢だから胸を離れない。どうしようかな。テンパイ解除してもいいんだけど、いや、このままいっちゃうか。まさかの、あれが出た。え、嘘。あれあれだな、サブロク揃えたかったろうな。惜しかったね。サブロク誰持ってんの。俺捨てたっけ。あ、俺ごめん、俺ロピー見つけた。ごめん、これマジでごめん。俺、あれですよ、ロピー見つけたなと思った。俺見つけたんだ。呼べなくて囚われた心を見つめていたよ。好きだよと言えずに初恋は売り子細工の心、風に舞った花びらが水面を乱すように、愛という字書いてみては震えてたあの頃。浅い夢だから胸を離れない。放課後の校庭を走る君がいた。遠くで僕はいつでも君を探してた。浅い夢だから。うわーマジか、それ痛えぞ多分。思ったよりかすり傷すん。あーでもギリギリアウトか。あーギリギリ、あーそっか、親だからギリギリ痛えのか。これ負けたくせえな。それそうだよな、俺あんだけ関してむしろドラムなかったら奇跡と思う方がいいが。上がりたかったな、あの試合。そうね、リーチされたやつにドクバカバカバーンっていかなかったら本当にそうね。まあ奇跡だと思うけど。わかってる。
意外とあれなんだよ、初恋歌ってる人いるんだね。これ面白そうだ。ちょっと待って。いかん。あの1個だけ文句はしたよ、俺。カバー曲で癖ついて嫌いなんだよ。俺もなんか癖ついてるけど。まあ、それ弾くか。1個残ってるから様子見るけどな。まあ、トンも死んでるから大したことないんだけどさ。まあ、トイトイ吐くドライチだから、まあ、漫画も撮れるんだけど。悲しくさせたよ。これでトーン弾いたら切れる。これご本人のやつじゃん。お、ちょっと待って、これいいの。あの島谷ひとみってあの人じゃね、確か。あのドラえもんの万年時空での人だと思った気がする。さあ、どっちが先に出てくるか。論か。うわぁ、それは痛いと思う気がしたい。そうでもねえ。そうでもねえ。そしてこれで俺がここで本場乗せなかったら 100% 負けかっていく。よし、本気でいこう。ドリーロー悲しくさ。それはなんか一番最初行きたくなかったな。もし今腹で笑ってたわ。恋をして寂しくて届かぬ想いを温めていた。月だよと。どうしようかな、あんまりとりあえずこっちでいい。あれそうだよ、ね。ああ、プーズだ。あの、この人あれだ。ドラえもんの、あの、夢ビューの人だ。ワンニャンジクデン。それでなんか俺が名前聞いたことあると思った。でもワンニャンジクデン歌ってる時ってこんな感じなんだ。なんか全然知らなかった。まあ、そっか、あれ、どちらかというとワンニャンジクデンテンポ遅いもんな。まあ、確かに初恋は、まあ、そっか、どちらかというとテンポ早めのだから。あと一個、来い。積もれば3案。いや、積もれば数案か。あ、3案か。そうだ、積もれば3案か。関すればもろもろとっこいしょ。今ここにチンポクショって言われてた。癖だから言っちゃうんだけどさ。来たけどそっちじゃないんだよな。うーん、こっちでいいか。誰はあんず色帰り道一人口笛吹いて。やっぱりこれね、きついな。名前さえ呼べなくて囚われた心を見つめていた。ちょっと待って、これあいつからマンガン取れば俺チャンスある。マンガン取ればチャンスあるのか。うわー、じゃあマンガン取ろう。そしてほぼ今マンガン、あーでも、あーちょっと厳しいか。まあ初来てドラさんか。まあ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 、それが太陽ドラさん。ミイラが水面を生み出すように愛と人書いてみては震えてたあの頃浅い夢だから胸を離れない放課後の校庭を走る君がいた遠くで僕はいつでも君を探してた浅い夢だから胸を離れないよ
し、それ汚い、それ汚い、それ汚いっす。ただ、探検はちょっと俺好きじゃないんだよな。とりあえず、ポンはするけど、いやな、こっち振ってんだろうもんな。いや、これ、マンガンなんだけど、ロンスライで気をつけないと勝てねえんだよ。パスを捨てられたからいっか。いや、これを早めに上がるべきなんだろうけど、積もられたら話はしゃあねえよな。あ、違法人か。一瞬何だとかわかんなかった。とりあえず一回動画切り替えるか、負けだし。今ちょうど8時半か。もう約8時半。まあ、あと一本動画撮って、またちょっと N ゲージの作業って、間に合いましょうかね。よし、じゃあ一旦動画変えよう。